皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。今回は今更聞けない Zoom のスマホやタブレットでの使い方をご紹介していきます。 Zoom での会議とかオンライン飲み会みたいなものが増えてきて、誘われるけどパソコン持ってないんだけどできるのかなっていうお悩みをお持ちの方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。スマートフォンとかタブレットでも超簡単に始めることができるので、今回はその使い方をご紹介していきたいと思います。 Zoom のアカウントの作り方だったり応用編っていう動画はこちらにもアップしているので、また見ていただければと思うんですけど、スマートフォンで参加するときはアプリをダウンロードしておくだけでできます。これから、ゴールデンウィークが始まるんですけど、帰省できないっていう方、家族とかとオンラインでご飯食べたりしたいっていう方もスマートフォンさえあればできるので、それを家族に教えておいてやるとかっていう使い方もできるかなと思います。それでは早速始めていきましょう。ではまずアプリのダウンロードを進めていきます。まずはじめにスマートフォンを用意してアップストアを開いて Zoom と検索をします。で、検索をすると一番上に Zoom クラウドミーティングスっていうのが出てくるので、それをダウンロードします。少し待つと Zoom がダウンロードできているので、それをクリックしたらこの下にあるミーティングに参加を押します。で、ミーティング ID を入力する画面が出てきます。ここでもともと主催者の方から案内されているミーティング ID とパスワードを入力していきます。はい、ミーティング ID を入れていって、で、その下に名前を入力する場所があるので、ここは Zoom の中でどんな名前で表示したいかを自分で好きなように入れてください。で、参加を押します。そうすると待機になってミーティングのパスワードを入力してくださいという画面が出るので、先ほどと同じようにミーティングのパスワードを入れていってください。はい、入力ができるとこんな感じでですね、待機をする画面になります。このまま承認されるまで待ちます。で、許可になるとマイクのアクセス権を許可してくださいになるので OK を押していただいて、許可がされると、はい、こんな感じで今接続をしています。はい、で、インターネットを使用した通話を選んでください。これで特に通話料金とかはかかりません。こんな感じでつながりました。私のパソコンの方が主催者で、このスマートフォンで参加している方が参加者っていうので、ちょっと説明を進めていきます。最初カメラがオフになっているので、下のビデオの開始を押してもらうとカメラへのアクセスを求めていますって出てくるので、これを OK 押していただいたら画像が表示されて、こんな感じでつながりました。はい、ちゃんとつながってますね。で、基本の設定だと自分じゃない参加している方の画面が大きく見えていると思うんですけど、もちろん自分の画面をタップすることで切り替えることができます。自分に切り替えるとこんな感じになります。ここからは実際の画面でどんなことができるのかをご紹介していきます。まず左上のカメラのボタンを押していただくと、今内側のカメラになっているのが外側のカメラに変えることもできたりします。こんな感じですね。はい、で、また押せば戻ります。で、これ画面が縦になってるんですけど、画面のロックを解除しておいてスマートフォン自体を横にすれば画面が横になります。こんな感じで横の方が見やすいかなと思うので、横にしておくのがおすすめかなと思います。で、左下のボタンでミュートをしたり、ビデオの停止をしたり開始をしたりっていうことができます。あと真ん中のボタンは共有になっていて、画面共有がスマートフォンからできるような機能もあります。それから参加者っていうのはここから一覧が見れて、左下から招待をすることもできます。はい、一番右の点点点を押してもらうと、もう少し細かい設定があって、リアクションしたりチャットをしたり、あとはここからバーチャル背景の設定もできます。バーチャル背景を押してもらうとこんな感じ下に出てくるので、それをクリックすれば背景が選べるようになってます。これがデフォルトで入っている背景なんですが、自分の好きな画像も設定ができて、このプラスを押してもらうとカメラフォルダが開くので、そこに保存している画像を選ぶことができます。これディズニーランドの提供している画像で拾ってきたものなんですが、これを選択するとこんな感じで
はい、背景が変わりました。スマートフォンを使っている時に他のアプリを使うこともできて、その場合は一回シュッてスライドしていただいて他のアプリを使ってても、その間も画面は表示されてないんですけどつながっているっていう状態になります。最後に退出をするときは右上のですね、退出っていうところを押して会議を退出すればこれで終了になります。実際参加者の方の画面からどういう感じで見えてたかっていうとこんな感じですね。スマートフォンを縦にして入っているときはこんな感じで表示がされてるんですけど、これ横にしたときにちょっとこう広くなる感じがありますね。なので横にしていた方がより見やすいかなとは思います。はい、いかがでしたでしょうか。スマートフォンでもめっちゃ簡単に使えますよね。ぜひこれから長期連休に入ると思うんですけど、この Zoom を使っていろんな人とコミュニケーションを取ったりしていただけたら嬉しいです。こちらの再生リストでこのテレワークだったりリモートワークに役立つ情報をまとめていますので、こちらもよかったら見てください。ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。